インスタのストーリーで質問を募集したので、それに少しだけ答えていきたいと思います。こんな感じで募集しました。3分前に募集したのにこんなにたくさん、ありがとうございます。じゃあ早速答えていきたいと思います。ヘアケアを紹介してほしいです。ヘアケアは最近、ちょっと待ってください。ヘアケアは最近アルミックヘアオイルっていうのを使ってて、実はこれ妹のなんですけど、使ってみたらすごく良くて、今ずっとこれを使ってます。500円でドンキで売ってたって言ってました。でも甘くてめっちゃ好き。おすすめのお菓子はこの前彼にもらって美味しかったチョコまみれと、あとタケノコの里が好きです。おすすめのリップは動画に何回も出てきてると思うんですけど、ロム&の24番と、あとはディオールの558ボアジュローズっていう色です。このルージュディオールバーム200を使ってます。重ね塗りで全部お気に入り。次はおすすめの香水。おすすめの香水は今手元にあるんですけど、ミスディオールのこの香水めっちゃいい匂い。好きなブランドは何ですか？おしゃれすぎます。ありがとうございます。好きなブランドはネバザと LMC とキルシーが好きです。ダイエット中のお菓子何食べてますか？ダイエット中のお菓子はこのチョコレート効果の 72% っていうやつを食べてます。今日はこれで質問終わりたいと思います。また質問コーナーやるので、その時にまたよろしくお願いします。ありがとうございました。そういうこと言うのがデートのマナーっていうか、お湯はなる何さんにプロポーズされたとよ。はよ、そんな感じに。
しなさ。かわいい。